今季国内フリーエージェント FA 権を取得した西武森友哉捕手27が31日、球団に権利を行使する意思を伝えたことが分かった。球団は宣言残留を認める方針で、誠意を尽くして正捕手の慰留に努める。26年ぶり日本一に輝いたオリックスが FA 宣言した際は即アタックを仕掛ける構え。巨人も調査に乗り出す可能性があり、争奪戦となる。19年に正捕手として首位打者とリーグ MVP を獲得した今オフ FA 史上の目玉。森はこの日最終日だった埼玉県所沢市の球団施設で行ってきた秋季練習に参加し、報道陣に対応した。権利の行使については、そのことに関してはこれからですね、と語るにとどめたが、関係者によるとその後、球団に権利を行使する意思を伝えた。絶滅危惧種とも呼ばれる、屈指の打てる捕手。19年は打率329で史上4人目の捕手での首位打者に輝き、攻守でチームをリーグ2連覇に導いた。今季は右手人差し指骨折の影響から102試合で打率251、8本塁打ながら勝負強いここぞでの打撃は健在だった。後半戦は主に3番打者として逆転で3位に滑り込む CS 出場に導いた。日本一になったとはいえ打線は補強が必須。ただ外国人はろくなの連れてこないし、正名を抜けるとなれば森の打撃は魅力。 DH での起用が主でおそらくだが捕手の起用はあまり考えていないのでは。監督は中嶋監督だし、しっかり考えてくれるでしょう。ただ森の加入で伏見がいなくなるようでは大きなマイナスになるんだよね。入団から9年間過ごしたチームへの愛着を感じていて、FA 行使の正式発表後、球団と話し合いを重ねるとみられる。一見やんちゃながら人懐っこい性格で先輩から可愛がられ、後輩に丁寧に助言を送る姿も目立つ。技術面だけでなく、チームに大きな影響力を持つ正捕手。球団は全力で慰留に努めていく。残留を含め複数球団による争奪戦は必至だ。オリックスは権利を行使した場合、即座に獲得へ動く方針を固めている。吉田正がポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する可能性があり、一番の補強ポイントは打線強化だ。捕手の層は厚く、若月と伏見の併用でリーグ2連覇を達成。打力が買われて一塁を守る頓宮もいるが、森は外野での出場経験もあり、DH も含め起用の幅は広い。今年オリックスが連覇できた要因の一つとして、伏見と若月をうまく使い分けたことだと思う。2人とも絶対必要な戦力。そこに森を正捕手として加えるのは非常に不安。 DH や外野でなら良いと思うけど、本人は捕手に関わりはあるんだろうか。一番良いのは基本的には伏見と若月の併用で、たまに森がやってくれたらと思うけど、外野やったり捕手やったりでは負担が大きくなって打力も落ちてしまうのではないかと思う。森はバファローズに来たがってるという噂が本当ならぜひ歓迎したいけど、使い方が難しいかな。巨人も今後調査に乗り出す可能性がある。森は5日から強化試合を行う侍ジャパンに選出されていて、日本の名に恥じないプレーをしないといけないと語り、 CS ファースト S 敗退後も練習を重ねてきた。近く権利の行使を正式発表するとみられ、争奪戦のゴングが鳴る。 FA でなければ今年の成績だと良くて現状維持、普通に査定すれば減俸でしょう。
成績は伸びずに下降気味なので来年以降も大幅年俸アップは厳しいと思われます。捕手で出続けるのはだんだん厳しくなっていくので、ベテランになった頃には DH 中心の出場となるでしょう。西武が長期契約を提示すれば残留の可能性もあると思います。4年ならオリックスよりいい条件は提示できなそうです。森くんには残ってほしいけど難しいでしょうね。オリックスには伏見選手や若月選手、頓宮選手と捕手人材は結構豊富だけど、森選手の獲得は捕手起用というよりは外野手起用で、吉田選手がメジャーへ行ってしまった際の補強の意味合いが強そう。森選手が捕手でなくても出場する意思があるなら獲得できるかもだが、どうなるか。手続き期間開始期限9日まで、プロ野球のフリーエージェント、FA、有資格者が権利行使できる手続き期間が31日に始まった。日本ハム、近藤、阪神、西雄と岩貞らは権利行使を含めて熟考中。西武、外崎や阪神、岩崎は FA 宣言した上での残留を表明し、広島、西川と野間は行使せずに残留することを発表している。有資格者として公示されている109選手は9日までに在籍球団に意思を通知すれば、10日にコミッショナーから FA 宣言選手として公示され、11日から他球団とも契約交渉が可能となる。だろうね。西武は先輩のレイからもそんなに好条件出るわけないから。本人も内心決めていただろうとは思う。打てる捕手だけに取るところはあるでしょう。給料出せるところはあるかな。オリックスはそんなに出せないように思う。巨人も狙うんじゃないかと。大城と一塁含みの併用。年俸高いだけに少々難しくもある。西武は森の残留よりも近藤獲得に力を入れた方がいいと思う。森が出ていったら今年ひどかった打線は目も当てられなくなるだろう。近藤は関東出身だし、西武ファンらしいから、西武が手を挙げれば来てくれる可能性はあると思うけどな。森と秋山獲得予定だった資金を使えばいけなくはないし、未知数な外国人を得るよりも近藤の方が計算できる。